日は牛丼モンスターの聖子と今日でね世界一番美味しい牛丼決めたいと思います。めっちゃ高い牛丼美味しいよ。でね、本日は4つ用意してまして、はい、でその中でも牛丼って言えば何でしょう。牛丼といえばやっぱり、すき家。あ、まだあるか。吉野家、松屋。しかしはですね、松屋はインドネシアで店舗がないということで先行買いになってしまいました。だから救ってくださいよ松屋さん。はい、ぜひね、お待ちしております。やっぱり定番の牛丼だけじゃつまらないかなと思いまして、おー、なるほど、謎の牛丼2つ用意しました。おー、それはどういう牛丼かというと、はい、私もよく説明できないので先行さんお願いします。丸投げという感じで本日ご用意したのは一つがですね、こっちじゃないね、わかんないよ、わかんない、これの牛丼が一つですねという、ごめんね。二つ用意した後一つが、我々が前回動画を出しました元気寿司さんの牛丼。寿司屋さんもしかしたらシャリがあるから牛丼美味しいよ。お、牛丼のシャリ牛丼。新しいね、わからないからチャレンジしてみないとね、うん、でもう一つがですね、やっぱり私たち海外にいるので、うん、やっぱりローカルのインドネシアの牛丼チェーン店の牛丼、こちらマンコック、これですか。いや、これではないかもしれない。でも一つ言っていい、うん、一つ言っていい、4つ比べたうちになんか1つだけ色が違うよね。日焼けしたんだよね。日焼けしたのか、まあ、分からないですけど用意しました、うん、で一応フェアになるために、うん、全部オリジナル牛丼にしましたよね。そうだね。でもマンコクだけは1個しか選択なくて、それがオリジナルかどうか私もよく分からないけど、うん、とりあえず注文しました、はい、じゃあ本当に安全のために、うん、本当に分からなくなるために、うん、まあ、分かると思うんだけど見た目で全然違うからね、うん、1回シャッフルしましょうか。そうだね。じゃあ俺の分かると思うんだけどね、最後もやってください、私は分からないよ、はい、うん、なんかこれとすることで声が出せますよ。逆だよね。これこれ穴をつけることで、おお、またなんか音で聞こえるよね、どこどこに動かしたか。うん、また、はい、終わりました。なんかどう見てもこいつすごい目立つけど、さっきこっちにあったよね。あったね。これから早速食べていきたいと思います。じゃあ最初 ABCD さんどっちからやりますか。私はやっぱり A から D 順番に食べていきたいな。 ADBC ってこと。分かりづらくない。 OK、 やろう。じゃあ最初、はい、A の牛丼ですね。こちら見た目はどう。見た目は、まあ、牛丼の色ですね。あ、でもさ、これ油が多いよね。よく見たら玉ねぎがすごく少ない、うん、ということは肉肉しいというかね。でこれ最初はね、私は牛丼って言えばお米が美味しい日本米じゃないともう資格だからお米から食べたいと思います。はい、ちょっと出汁もあるし美味しそう。じゃあ私もいただきます。見た目は日本米かな。ちょっと出汁がしょっぱいんですね。なんか悪いしょっぱいじゃなくてしょっぱめって感じ、うん、しょっぱめ。次は肉だけですね、うん、で、こっちの肉はあれ柔らかい。あ、これね、私分かったわ、好きやだと思う。吉野家好きや、好きやでしょ。好きやかな。ちょっと味が強い方かな、うん、ちょっとしょっぱみが強くて甘みは若干ありまして、肉が柔らかい、肉もしっかり出汁をってしてて好きやだと思いますよこれ。じゃあ私たちの好きなご飯とお米一緒に食べますか。もう一気にいっちゃおう。いただきます。でも私はちょっとね、玉ねぎ好きな人ですので、うん、ちょっとね玉ねぎ増やせば嬉しいかもしれない。なるほど。一つ言っていい、うん、美味しい、うん、やっぱりね、聖子はあの昔、うん、毎日毎週かな、牛丼食べてたよね。食べてたね。やっぱりだからこれ好きやって間違えたら恥ずかしい。いやー、好きや、好きでね、本当に毎週行ってて、で学生時代もね、やっぱり毎回食べてた。どこ一番いたの。ね、学生時代はすき家行ってて、うん、一番ね、うん、で、働いてる時、日本で働いてる時は、松屋。
あ、落ちたやつか。うん、あ、やめろやめろ。はい、次行きましょうか。行きましょうか。B さん。B さん。いや、まずお米ですね。なんか見た目はね、やっぱりね、玉ねぎがブリブリしてて。じゃあお米からいきます。はい。お米は、こっちの方が柔らかい。うんうんうん。個人的に思うのは、やっぱりこの2つともお米はね、日本の時に食べてた牛丼よりはちょっと種類違うかもしれない。うん、うん、同じく。まあどっちかっていうと、こっちのお米の方が好きかも。なるほど。セイゴは？俺は、まあどっちも同じぐらいかな。あ、政治やってるんだ。はい、牛丼ね。味が全く違う牛丼なのに。いただきます。すごいでかいの取ったね。うん、なんかこっちの方が、B さんは A さんよりも甘み強いけどまだしょっぱい方かな。で、肉はどっちかというと今のところはこっちの方が柔らかいかも。そうだね。まあ、こっちも全然柔らかいけど比べるならね、うん、で個人的に今のところはもう一口しないとわからん。そうだよ、牛丼として食べないとね、やっぱり。うん、うん、ありがとう。よーし、いきます。やっぱり、やっぱり、まあ日本で食べてた味とちょっと違うのかなって思ってたんですよ。やっぱりね、インドネシア人に合わせてるのか、うん、それとも日本の味をそのまま持ってきてるのかって思ったら、ちょっとやっぱ日本と味違うのかもしれない。わかんないけどね。うん、これはすき家、元気寿司。どっちかというとこっちの方が味が強い、すき家は。うん、もう勝手にすき家って言うんだけど、すき家の方が味が強いと思うんだよね、うん、こっち。こっちの方がどっちかというとこっちよりも濃くないって感じ。うんうん、でもどっちも美味しいんですよ。じゃあ私は正直わからない。ちょっとね、これはわからないので一旦保留にします。元気寿司、すき家、万国、吉野家。あ、早いな。早いな。もう決めました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、お米からですね。はい、もうどう見てもね、肉の色が違うということで。はい、あ、お米は B さんとめっちゃ似てる。なるほど。あ、そうだね。うん、ちょっと似てる。その食感とか水分量とかが似てるって感じするかな。うん、肉食べます。はい、肉はめっちゃ甘めですね。いただきます。あ、甘いよね。甘い、うん、多分これ焼肉ソース使ってるかも。味が強いね。うん、でも一つ言えるのが、うん、こっちの A さんと B さんと比べるとこっちの方が焼肉丼感がすごい。そうだね。肉もこの2つに比べたら硬い方でも悪い硬さじゃなくて焼肉の硬さでわかる。ちょっと噛み応えがある感じね。そうそうそう。なるほどね。ね、じゃあまあとりあえず牛丼として食べよう。うん、あ、これはマンコック。ちょっと答え合わせしちゃってるじゃん。うん、味が一番違うから簡単ですよ。これマンコック。これはね、インドネシアのローカルの牛丼チェーンの味かもしれない。いただきます。うん、これは味付けがお米が進みそうな味で、やっぱりインドネシアの食べ物って全体的にね、私から見ると味付けが濃いんですよ。見るの、味わうんじゃないの。あ、量量見たら強いんだってわかるの。なので私はこれがちょっとインドネシアのローカルの牛丼チェーン。じゃあ最後吉野家食べましょう。吉野家かな。勝手に決める。でも確か吉野家は玉ねぎ多いと思うよ。うん、多いね。他のに比べて圧倒的に玉ねぎの量が多いです。はい、お米からいきます。はい、お米。うん、あれ美味しい。お米は美味しいぞ。え、ちょっと待って、うん、A さんもう一回食べて比べたい。はいよ。似てるかどうか、お米だけね。うん、セガは？あ、俺は大丈夫よ。あ、一応もう一回行くか。もう一回行こう。やっぱ似てる。似てない。一緒じゃない。あれちょっと分かんなくなってきたぞ。サプライヤーが一緒じゃない。なんか、うん、お米の食感はめっちゃ似てるんだけど、でもやっぱり味付けは違うから、こっちと B と C はお米似てます、うん、で A と D はお米似てます。じゃあ肉いきましょうか。うん、美味しいね。ちょっと甘めかな、味付けが。
大事大事大事。牛丼としてね、完成品として食べるのが大事だよね。いただきます。味付けは多分 D は吉野家だと思いますが、うん、でも今までは私食べた吉野家の中でも、うん、肉がもうちょっと柔らかい、こっちすき家の、すき家じゃない、A の方に近い柔らかさ、うんうん、でも今回はちょっと A よりも固めだから、なるほどね、分からなくなったわ。ちなみに私はちょっと考えた結果、こちらがすき家、こちらが、吉野、こちらが万国、もうこれはね、でこっちが私の中では、うん、元気寿司かなと思います。というのもお米は違う、味付けは似てるけれども、そうお米が違うと思うんですよ。で個人的に元気寿司はやっぱりシャリ売ってますんで、お米に力入れてるのかなと。そういう考えもあるよね、っていう風に食べてみて、もちろんね、元気寿司はシャリ売ってないよ、シャリだけには売ってない、売ってないよ。そのこだわりがあるんじゃないかなということで D を、そうなんだ、しし、私はこれはもう絶対万国間違えたらもうインドネシア人じゃない、めっちゃ分かりやすい、これ万国だと思います、うん、でこれが好きや、正直 B と D は分かんない、あちょっと分からないけど、でもこの動画を面白くするためにセゴと反対のあれにしようと思って分かった、これが元気、これが吉野家にしましょう。分かりました。で味としては正直お米だけで判断すると A と D、 私お米一番好き、なるほど、一番日本米に近いって感じするかな。でも肉だけ考えると私は A が一番好きかも。やっぱり柔らかい、肉がとろける、うん、それ言い過ぎか、でも柔らかい、なのでそれを合わせて私の一番好きなのが A さんだと思います。 A さん、じゃあ私の意見ですけれども、お米は正直一番美味しいのが D のお米、うん、なんか粒がしっかりしてるなって思いましたと。シャリ？シャリかな？シャリ使ってるかもよ、うん、で、お肉は正直この2つ、こちらとこちらが美味しかったです。で、もう一回食べる必要ございますか？もう一回食べようか、食べようか、ね、うん、柔らかい。で学生時代に食べてた牛丼の味にすごく似てるんですよ。で、B のお肉、こちらもね、うん、A かもしれないな、難しいな、両方、個人的に好みなのは B の肉、あの、噛み応えというか、いやだー、アクセプトできないじゃあだね、個人的には肉肉しさは B かな。よし、それじゃあ結果発表やっていきたいと思います。 C さんからやるべきじゃない？あ、そうだね、この茶碗の裏側に答えが書いてますんで、それをめくって確認します。はい、1、2、3、え、合ってるやん、よし、やっぱりうまいわ。で、順調順調、あの、うん、C さんと A さんは同じ意見だから、うん、確認した方がいいよね。で、B と D はちょっと違う意見だったら最後にしようと思って、うん、あー、いいね、 OK、 OK、これはスキヤですか？じゃあ触ってね。まあ触ったらスキヤですよ。うん、わかんないよ。髪がない。そう。触った。スキヤ！スキヤ。やっぱり、やっぱり、うん、何年スキヤ食べてたの？学生時代ずっとだからな。10年以上。まあ長さで言えば10年以上だけど、特に大学4年間はもう密度が。やっぱり。経験は嘘をしないね。うん、よし、ちょっと自信持って言えるようになったわ。ってことは私好きや一番好きかも。まあ確か日本にいる時に、うん、そのチェーン店の中でも私好きや一番好き、うん、理由はその三つの中でも、うん、あのキムチ牛丼が一番美味しかった。キムチ牛丼ね。最後は、うん、なんでしたっけ、玉ねぎ、ネギ玉牛丼。そう、 あれが好きだったな。じゃあ誰が合ってる？私はこれ吉野家、これ元気、うん、じゃあ俺はこれ吉野家、これが元気です。OK。じゃあ、スリー、ツー、ワン、ゴー！吉野家ー！ま、吉野家どうしたの？これが吉野家です。やっぱり私はね、見た目で騙された。やっぱりね、あの、ネギが、玉ねぎが多いということで、うん、どうしても脳の中に、うん、吉野家、吉野家、吉野家。やっぱり、寿司屋さんのお米は勝つからね。なんかね、ちょっと個人的に嬉しいな、やっぱり合ってたのが。肉の量としては
あのこっち元気寿司が一番多かった、うんうん、でマンコクが一番少ない、うん、しかしマンコクが温泉卵好きだから、うん、それで肉少なくしたのかなかな、わからないけど、でも一応すき家はこれですね、この3つは値段そんな変わらない、うんうん、まあ書いてあると思うんですけど、それ考えると、うん、すき家ってめっちゃお得じゃない？え、いくらだっけ？29,600円だから150円ぐらい。あ、マジで？そう、え、これの半額ぐらいだよ。まあ、半額よりも 30-40% 安いぐらい、うんうん、だからこれから定期的に食べるなら私すき家食べるかも、値段考えたらね。でもさ、インドネシアってまだすき家の店舗あんまり多くないよね。そうだね、なんでかな、年してあげたら急に。だから皆さん、たくさんインドネシアのすき家食べてあげてください。そうなると店舗が増えるはず。おー、あー、やっぱり私日本からでもすき家が一番好きだから、うん、この気持ちですね。たくさんの男の子が私のとこ来ても、うん、やっぱりファストラブのすき家に、うん、縁があるから、うん、運命だから、うん、また好きやっちゃったって感じ、うん、どういう例え、それ。めっちゃわかりやすいでしょ。ということで本日の動画はここまでになりますが、これからもたくさん動画出していきたいと思いますので、よかったなと思いましたら高評価、そしてチャンネル登録の方もお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。